ドゥームはプロジェクタイル、ドゥームフィストも使ってたよ。重いんだけど。何？重いということは？確かに静かだな。静かだな。バドゲ多いな。多いな。いや、同じパーティーだと思うよ、これ。うわ、そっち行くのか。上か。M1A のやつ死んでないんだよな。あ、また別だ。プレイヤー殺したな今。
したかな。違うやつな気するけどな。装備違うな。M1A じゃない。M1A だったんだ。なんか全然違う感じだな、銃声。あと、あいつ倒したかな。あれ殺してないのか、俺、あれ。あ、ここか。え、これ違うよね。あ、え、セクタント？マジか。え、え、じゃあ、ここ3階にいた、あれ、俺、後ろから撃ったやつってセクタントなんだ。うわ、マジか。これ死にそう。3階来るんだな、そんなことより。そっちのことの方が驚きだ俺。よし、ここきついな。ロング上に上がろう一回で、上を通って向こう側に行こう。なんか外のグレーの爆発の音さ、不思議だね。こわマジ死んだと思ったわ、グニャーってなったから。え、プレイヤーの銃拾ってる。
グレ出せねえ。このゲームには必勝法がある。音を出す。ささやかれてる。ささやかれてる後ろで。1,2,1,2,3,4 あといても1人だな。護衛でゼレックは多分こういう動きしてこないから、あ、やっぱグレー持ち出したな。やっぱラスト1人になると自爆すんのかな。いや、これね、このゴミ箱の前にね、たまりやすいんだよね、ここのカルト。なんかえ、なんかね、ラスト1人、おい、マジ？やばい、待って、マジかよ。うわ、俺初めて聞いた。マジか、初めてだ俺タイガーワン拾ったの。うめえ。マジか。これ交換にマジで使えそう。うわ、嬉しい。交換商材が一番嬉しいわ。マジか、やばい、ダブルアップチャンスだよこれ。あるよ、2個あるよ、2個目あるよこれ。やっぱ俺夜とこう何かあるね。夜にレイド来ると RR もやっぱ出るし。いやー、でもこの必勝法戦法、これもさ、言うてやっぱプレイヤー全員死んでないとできないからむずいよな。毎回できるわけじゃないこれは。もうアーマー強っ。何これ、うわ、てかプレイヤークソ殺されてるな。これ、この今のショットガンもプレイヤーさんだ。今の初めてだ。てか普通に EFT やってきてて初めて拾った。マジで都市伝説だと思ってたけど、このアイテム。あぶねえ、怖すぎるマジで。やめんかお前マジで、怖え、おい。
ジで怖え。死体拾わないんかい。武器だけ拾って角で待ってんのかなって思ったんだけど今の。よかった。なんか来い、なんかあれ、まだなんもない。頼む、許してくれ。死にたくない。いやー、いろいろありました、このレイド。 PMC を3人倒し、カルトも必勝法で倒し、タイガー1を出して、今フィニッシュです。おめでとう。うわー、これ何と交換しよう。2万 EXP? うわー、よかった。最後のピース化が一番怖かった、正直。いや、ワンチャンカードキーとワンワントレードも全然いけるぐらいだね、正直。グリーンとかと後半、なんかそのグリーンが余ってくる時期になると、グリーンと11で交換してもらえたりする。うお、こんな感じなんだタイガー1。なめてんねー、こんなカスみたいなゴミ鍵と交換するわけないだろうがよ。あれ？安くない？あれ？安くない？あー、これあれだわ、多分。これねこれね、夜のショアカルトの、借りやすすぎて、多分、借られまくってんだ、これ。夜ショアのカルト借りやすすぎて、多分、乱獲されてるね、これ。うわー、今までね、ルーブルでね、出品とかないぐらいだったのに。うわー、この値段じゃグリーンとの交換は無理だなー。うわー、でもこれ夜ショアはマジで稼げるね、この感じだと。射撃訓練場で振る？いいっすよ。これでインレイド外れたら、射撃訓練場で振ってインレイド外れたら請求するわ。まあ、外れないけどな。なんか平べったいな。当てやすそう、ミスクリ。これ音違えばいいのにね。あとはこの手で見るのやつで舐めたりしたらね、カルトナイフとかだったら舐めるとかあったらいいのにね。あ、ヒットもしないんだな、ハイドアウト。いや、これ新品です。これ新品です。まだこれまだ新品です。中古じゃないです。検品しただけなんで今の。